皆さんこんにちは、ゆるいすもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日は246回目でございます。246回目のテーマはこちら、エガちゃんもやらない委員長の危険な人体研究のお話でございます。はい、これはねもう対象者も減ってくれもありません。よくね皆さんに質問されるんです。委員長ね、なんでこんな体でっかいのにねこんな偉そうなこと言ってんのって言われちゃうのね。僕も正直知ってる人は知ってるんだけど、腎臓ちょっと痛めちゃってね、体重40キロ4年間で増えちゃってひどい目にあって、そっから今戻しては来てるんだけどまだ途中なんだよね。実際かなりの病人なんです実は、なんて話をして言い訳がましいこと言って、そんなことどうだっていいんだよはっきり言って。だけど皆さんに知ってほしいのは、こういうことを、新しい商材をね、前回もそうだけどワールドビューティージャパンとか行ったよって言ってるけど、こういったことをやるためにはスタッフや私どもの方で実験をしていろんなことをやって、安全性の確認や、この商品とこの商品ってメーカー同士の違うものを使う時の、例えば整合性であったりとか統合性であったりとかっていうことをいろいろこうやっていかなきゃいけないんだよっていうことはご理解いただきたいのね。そんな中で僕も10年以上こういったことやってきて、僕の体で実験したことはいっぱいある。僕なんか毎月も病院で必ず血液検査をさせていただいているので、そういった部分で言うと一体何をしてきたかっていうことをねよく聞かれるので、今日はねここで説明してっちゃおうと思います。中には本当にねエガちゃんとかって言ってるけど、エガちゃんでもやんないようなこと結構やってて、死にかけたと言ったら大げさですけどかなりヤバいところまでやってるんでね、よかったら最後までご覧ください。それではどうぞ。それではねちょっとお話ししましょう。まずね、私どものところでやっているユリシスメソッドという、全然運動をしなさいと言わない、食事制限もさせない、ボキボキバキバキとかして体に負担をかけない、痛くないっていうことを一つの柱として、それで人間の太りやすかった原因をまず潰していきながら、最終的には痩せる体の性質に持っていくというところを私どもの一つの流れとしています。その中で脂肪を例えば外に出さなきゃいけないよねっていう時は、施術では限界があるので、そういうことでマシンの力をちょっと借りたりとかしながらするセルライトバスターシステムなんていうのもあったりするわけなんですけどね。この時に私の体を使って実験した事例で言うと、例えばですけれども、ユリシスメソッドを完成するためにいろいろやったのは、例えば1日に何度も、本当は1日に1回とか2回までしかやっちゃダメだよって言われてる筋肉と脳のリンクの強化っていうのを行うことによって、腹筋が突然強くなったり腕の力が突然強くなったりとか、そういうことをして、いわゆる筋トレをしないんだけどもちゃんと筋肉が使えるようにするとか、バランスが取れるようにするとかっていうことを実はやってるんです。この不思議な施術の技術向上のために何回も1日でやってしまいまして、その結果筋肉が異常強度になって動けなくなって、朝こんなになっても、まあ、なんか体痛くて動けないんだけどみたいなことがねあったりとか、うちのスタッフとかセミナーね、間もなくてかもうこれな放送の頃はセミナー開始してますけれども、もしご興味があればぜひセミナーね参加していただきたいんだけど、こういうことを学びたいって人がいたらね、そのセミナーでやった時にやっぱり僕の体や人の体でみんなでやるんだけれども、その時にやっぱりやられすぎてイッヘーってなったりとかねするんです。そういった人たちの時は右と左が同じだけど、右は効いてるけど左が効いてないけど右だけ痛いとかなるんだけどね、こういうようなことになったりするという異常強度になって動けなくなったこととか、それから僕気功術って、施術に関しては気功っていうのはあんまり大きい声で言わない方がいいよっていうことが多いんですけれども、気功をマスターするために10年間訓練をしたんですけどね、その時に例えば寝ていても人の声が聞こえるようなトレーニングとかをする時があるんです。その時にうんうんなるほどうんって言ってて、僕はここでこうベッドでクーっていびきをかいて寝ている時に、院長先生ってこうだよねはーはーってやって社員が喋ってる時に、いやそんなことないでしょとかって言って普通に喋ってたらしくて、すっごいびっくりしてて、僕がパッと起きた時に、そういえばお前たちなんか喋ってたよねとかって言った時に、いやいや喋ってませんよとかって言ってね、慌てたことがあるっていうことがね結構あるんだけど、こういうことをねずっとやってるとね脳が休めなくなっちゃうね。寝てるんだけど脳が休まんない、そういうことでね、結果的にそれで強度の寝不足状態になって自分がコントロールできてないので異常心拍になっちゃって不整脈がずっと続いて、僕もそういうことがあってちょっと施術のお客様がちょっと立て込んで1日4名とかって言って制限はかけてるんだけど、それでもちょっと特別な会員さんというかね、ダイヤモンド会員さんとかそういう人たちが来られると6名ぐらい受けるんだけど、その中でちょっと重症の方が来られたりするとやっぱりちょっと頑張っちゃうので、そうすると頑張っちゃった分だけ非常にダメージを受けやすいってことが起きています。またね、飛行術を対応しちゃダメとか言われてるんだけど、どこからが対応でどこからが対応じゃないのかっていうところが僕にはよくわからないもんだから、結構なりふり構わずやり続けちゃうというかね、鍛え続けてるというか
かな、それがね非常に体に良くなくて異常なほど負担がかかっている。その結果ね今は薬をね13種類ぐらい毎日飲んでますし、それから注射も2本打ち続けてたこともあります。今は1本かな、なんだけどね、こうやって自分の体にものすごく負担をかけながらやっているということでございますね。なかなかここまで体張ってやってる人はいないんじゃないかなと思います。またねセルライトバスターシステム脂肪排出プログラムをね完成させるために、血中の中性脂肪の排出とか吸収量を調べるために、これねほんと病院で怒られたんだけど、精密検査をする前日の夜12時にビッグマック2つ食べてポテトの L を食べて、それで翌日いつも行く大学病院のところで血液検査をしたのね。いつもだと45分ぐらい経つと林さんって呼ばれて行くわけですよ。今月はこんな感じだねなんて言いながら検査結果を見せてもらうんですけど、3時間半経っても呼ばれなくて、なんでこんな呼ばれねえのかなと思って、すいません僕呼ばれてますって聞いたりとかしたんだけど、ああ大丈夫ですお待ちくださいと、3時間半経ってもあれだったら林さんどうぞって呼ばれて行ったんですよね。そしたらね、林さん昨日飲んだって言われたから、飲んでないってむしろ食べたみたいな感じで言った話をしてたら、中性脂肪値が僕だいたい300、400ぐらいは普通にちょっと高めであったりする時あるんだけど、下手すると500近くある時があるんだけど、その時にまず言われたのが、林さん1550あるんだけどこれ何って言われてね、いつもデータがあるからおかしい、こんな時この兄弟こんなだったからちょっとおかしいんで3回試験をしました。そしたら3回試験をダメだからもう1回、ダメだからもう1回ってやったんだけど、予備で血液でもやってもう1回ってやったんだけど、全部1550から1450ぐらいの間でぐわーっとなってたんですよ。これですごい怒られてね、すいませんっつって、実はこうこうこうでって言ったら、いやそれはダメだよ、何しに来てんのって言われちゃってね。でもね次の月ね、何を考えたかね、検査の3日前にもう1回同じことして血液検査して行ったら550だったかな。そしたらお医者さんに、あ今日はいいねなんて言われたけどね、実は3日前に同じことしましたよって言ったら、ほんといい加減にしろよって怒られましたけど、でも僕からするとそれすごい大事なことなのよ。なんでかっていうと、配布とかやったりとかセルライトバスターシステムをこれから強度を上げてって、どうせパワープレイだからね、やればやるほど結果が出ると思ってみんな来られた時に、何日間隔でどのくらいの時間かけてやっていいのかっていうのが分かんないもんだから、そのヤバいってとこはどこなのかを調べてみようっていうことは、自分の一旦血中の中の中性脂肪濃度をドンと上げてみて、それがどうやって処理されていくかっていうところの脂肪の処理のカーブを見たかったので、こういった実験を繰り返して、ユリシスでは一応最短5日間は空けてくださいっていう結論に至ったのは、これがきっかけでした。それからね、他にもね、それさえ飲んどきゃ糖質を取ったことにならないっていうサラシア焙煎茶っていうお茶があるんだけど、このサラシア焙煎茶がねすごい体にいいっていうか、糖質の吸収が抑えられる、糖質ゼロのダイエットってのは僕はあんまりおすすめしないんだけど、短期だったらいいんだよねと思って、それを僕がまず毎日お茶のように飲んでたんです。そしたら、もともとサラシア焙煎茶っていうのはオリゴ糖とかの腸の中にある糖の受容体が本来これ吸収されるのが、サラシアの成分がブロックすることによって他の糖がこう弾かれて入ってこないっていうメカニズムだって言ったんだけど、そんなもん半分嘘だし、全部が全部そんなことなるわけないだろうと、そんな都合のいいお茶ないんだからって言って、出てけ毎日飲んでたんですね。本当は食前の30分前に 200cc ぐらい飲めばいいよって言われてるのに、毎日日常に飲んだの。だんだん低血糖状態になっちゃって、もともと僕糖尿病だから、糖尿病の低血糖ってやばいのね、命にかかる。なんか全然力入らなくなって、手が冷たくなってきて、なんか心臓が不整脈になって、やばいぞこれって。普通だったら、じゃあアメちゃん舐めてとか、薬によるんだけどアメちゃんじゃなくてこれはもうダメだからブドウ糖舐めてとかって言われるんだけど、アメちゃん舐めてもサラシアでブロックされてるから全然入んなくて、結局そのオリゴ糖とか舐めても全然効かないのよ。だからこんななっちゃったの、もうずっとやばいなこれ、このまま死ぬかな俺とか思ってね。ほんで時間経ったらサラシアがどいてくれるからなくなっちゃうから、なんとか事なきを得たけど、本当にねあれほっといても多分やばかったなと思って、ね、今考えてるとね本当アホだなと思いましたけどね。そういうようなことをねやってみたりとかね。それからあとはね、もともと僕前の会社ここで独立する前は本当1ヶ月の残業時間が385時間とかで、残業時間で385ですかとかって、とんでもない労働環境で僕仕事したりとかしてたんだけど、そういう中で腎臓壊して余命7年って言われちゃって、ほんで体重が40キロ増えて、それで犬陶器っていうのを飲めば楽になると思って、いろんな飲んで
だりとか韓国中国行ったいろんな薬をもらって飲んだりとかしたけど、もちろん日本の病院も行って飲んだけど全然効かなくて、ある農家さんのところで栽培されてる咽頭気だけが効いたんです。2年半で僕は余命7年っていうのを改善して、奇跡的に腎臓の数字が良くなったんで正常値に戻った、体重も20キロ減った、やったーっつってね、今はこうやってたくさん薬も飲んでたくさん注射も打ってるけど、それでも生き続けてることができる、僕としては本当感謝です。その農家さんのお分けしていただいた犬頭気、紆余曲折ありましたけども、8年かけて作ったのがプレミアム犬頭気です。このプレミアム犬頭気を飲んでいただくと、僕と同じような経験じゃないけれども本当に体が楽になったり、結果的に体が細くなったりとかっていうことが起きていて、あくまでこれは個人差のありますけども、本当に 1,2 ヶ月ぐらいで5キロ10キロ痩せる人とかが出てきちゃったっていうことが事実でございます。ただ私どものところで卒業されるお客様、本当に細くなって綺麗になっておめでとう、もういいよっていうところになる人たちを 100% 犬頭気飲んでます。私たちが推奨してるからだろうっていうかもしれないけど、飲んでない人もいるんですよ。卒業してる人がみんな犬頭気を飲んでいるのは事実でございます。でね、そういったことはあるんだけど、僕も実際20キロ体重これで減ったわけだけど、よかったね院長、だけどあと20キロだよね、じゃあここから先はよしっつってメーカーに言われたからダイエットサプリを飲もう。1ヶ月4万円もするんですよ。こんなのお客様の推奨なんかできやしないよ、私でやるよっつってですね、一回20キロ下がったけど一旦5キロ増やして、この5キロ増えた状態からどうなるかって試験をしてみたんですね。3ヶ月飲みました。全部で12万円ぐらいかなかけたけど、ごめんなさいメーカー名は言いませんけれども、全然痩せませんでした。残念ながら、いやこれは無理無理って言ってねやめましたけど、おかげさまでね5キロ太っちゃったままでございます。本当ね、でもあまり気にしてません。もう今更僕がね細く痩せるというよりは、僕は健康でいることが一番なので、常に血液データとか見ながらいろいろ努力はさせていただいて、本当にうちのスタッフにね、みんな元お客さんなんですけどね、皆さんのご協力のもとでね、みんなで自炊してみんなでご飯食べてね、毎日健康で健やかに過ごさせていただいております。はい、こんなことでねやってますけどね、今実はプレミアムの時飲んでね、まだ1ヶ月弱ぐらいかなですけどもね、実はね5キロ増えて3キロ戻ってますのでね、はい、頑張って戻していきたいと思います。ちなみに食事制限とか運動は一切していません。ご興味がある方はプレミアム陶器のね通販サイト見ていただいたりとか、それよりも何よりもうちのところに来ていただいて施術受けてくれた方が、そこで買った方が EC サイトの手数料等がかからない分だけお安く買うことができます。もしご興味があればぜひユリスのところに来てください。それではね、今日はここまででございます。こんなことで院長いろいろとね人体実験もしておりますけれどもね、これからもねめげずに懲りずに飽きずに頑張ってやっていきたいと思いますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。このチャンネルが良いなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録していただきますと、スタッフ一同頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではさよなら。